じゃあね、あの一応遠近調節を見とこうか。模様体ってあのドーナツ型なんですよ。で、近いところを見るとき、近いところを見るとき、近いところを見るときって、普通ね、光学顕微鏡、あの俺たちが理科室で使う顕微鏡とかってこうレンズと対象物の位置関係を変えるんですよ。こうレンズと対象物 の, この相対的な位置を動かして、だからステージをこうなんていうか離すじゃないですか。だけど人の目ってそんな風にね、レンズをこう移動させる型ではなくて、レンズ自体の厚さを変えてピント合わせるんですよ。それちょっと面白いんだけど、近いところを見るときはレンズがね、ブクーってね、あのね、厚くなるの。ブクーって厚くなるの。水晶体が厚くなるの。僕たちの目の、レンズに相当する部分を水晶体って言いました。水晶体が分厚くなるの。で、なんで分厚くなるかっつうと、模様体っていうあのドーナツみたいな、もう実体はもう筋肉だけど、あれがねぐーっと縮まんの。模様体縮まる、収縮する、で、あの模様体と水晶体をつないでるこの紐みたいな沈晶体は緩みます。沈晶体、体の字気をつけてね、あの紐みたいでしょ、帯の字だからね。沈晶体緩む、これは近いところを見るとき。遠いところを見るときは、逆にこの模様体が弛緩します。模様体が弛緩します。弛緩っていうのは伸びるっていうことね、あの収縮の逆ね、ブワーって伸びきっちゃう。そうすると水晶体が、極端だけど水晶体が薄くなります。水晶体薄くなる。で、なんでかっつうと、この模様体がモーンって伸びると、これあのやっぱ沈晶体がこうくっついていくから、だから薄くなるんだよね。いて、この沈晶体の状態も問われます。沈晶体は、ピンと張る、緊張する。沈晶体は、まあ、ピンと張るっていうか、まあ、緊張するって書くことが多いかな、あの入試とかだとね。まあ、ピンと張るって、まあ、ピンと張るって意味です。沈晶体が緊張する、ピンと張る。こんな風に我々のレンズである水晶体を厚くしたり薄くしたりすることで、近くのもの、遠くのものにピントを我々は合わせているんですね。